いい絵を描くと高評価がたくさんつくって本当？なら頑張る。いただいたリクエストは海に憧れるひまわり。ひまわりの元気なイメージよりちょっと透け感のある悲しげなひまわりを描いていく。憧れるっていいよね。元気になるし、ただその憧れが叶わないものと気づいてしまった時、思った以上に悲しい思いをすることになる。夢を夢見ることに意味はあるのか、叶えることにこそ意味があるのか、そんなことはわからないけど、叶えようとすることに少し意味があるような気がする。誰もしないような無謀な挑戦を試みた経験はやっぱり特別なことなんだと思う。自分の実力以上の結果を得ようとすれば、当然そのほとんどは失敗になるけど、全てをかけて手を伸ばした自分の高さを知れば、次に目指す夢は目標になってんじゃない。叶いそうな夢見いっけ。なんちゃって。今はリスケすぎ。